プロ出たときは暑いからと言って、ちょっとあの服はあんまり着ないかもしれないけど、絶対後に寒くなるから、服は着込んどきなさい。はいはいです。えー、今回もですね、プラネットコースター続きやっていこうと思います。キャリアの続き、ま、前回のなんか、やったっけ、えー、とこの人、ビーフ所長、ビーフ所長の点々をもチャレンジのところですね、えー、この2つ目、今回来きたいと思います。オークアイランドというところですね、新しいシナリオ開始しましょう。<laughs> 前回、ゴーカートっていうね、新しい乗り物も見れましたし、まあ、ちょっと時間空いちゃいましたけれども、あの新しいライドっていうのもね、なんか見られるかなっていう期待とともに、あとなんか一応警備員のやつもね、説明したと思うんですけど、なんかそんなにあのシステムとしてね、どんだけ変わってんのかっていうのはあんまよく分からなかったんで、今回もし新しい一面がね、見せられれば、あー見せたいなっていうふうに思っております。まあ、今回も雑談多めでお送りしたいと思いますので、ぜひよろしければお付き合いください。はい、来ました。オークアイランド 1>, 1世紀以上にわたり、このパークは多くの人々にスリルを提供してきた。まあまあ100年以上ってことだよね。しかし、新たな、新たに建設された他のパークのツイストが駆使された巨大でモダンなスリルライドを前に、このパークは存在感を失いつつあると。そこで重役たちは、あれなんかこれ、俺聞いたような話やけど、あなたは、あの、できますかっていう。難題に挑戦することできますかっていう感じなんですけれども、何これ海海っすやんか。へえ。えー、っと、ここは どんな感じの乗り物新しい乗り物があるわけじゃないのかな新しい乗り物があるわけじゃない。あ、でも、えゴーカートじゃないな、これ。ものすごい遅い、ゴーカートみたいでさ、あんな。これあれか。あの、トラックライドの一つですね、これね。機関車みたいな感じ。ちょっと見てみるわー、綺麗みんな見て、ほら。なんかま、あ一望できるっていう感じなんかな。おこの、この線路何あ、これジェットコースターあ、ジェットコースターまで噛んできてんのか、こっちに。へー。あ、蒸気や。 蒸気いてるね、それ。へぇー、これ水みたいなやつ。あ、なんか赤いぼちぼち出てるわ、ここに。ほわー、あー、まあこれでもゆっくりとっていう感じだんね。ゆったりとした時間を過ごすっていうライドなんかもしれんな。オッケー、最高につまらんかったから、ちょっと他のライド見てみていいうーんと、あ、これはこれライドっすこれライドじゃないわ。なんかう、馬の、馬の小屋みたいなやつあるな、ここに。 あ,あ、ここに機関車とシ,シ,ボボシュシュボボの大冒険のマキちゃんこれちょ、これ俺見たい見たいえー、どこのカメラものすごい偉いところでカメラ見させられてますやん俺え、俺こっち側こっち側見なあかん <laughs> どんな髪型してる <laughs> 完全に乗ってるお前のお前の左側の後ろの女の子の髪型とかどうなってる？<laughs> なんかめっちゃ押さえつけてるみたいなバンドしてるやん 二つ反応してるやんほんでお前言うたらお前やんお前 <laughs> お前 <laughs> どんな <laughs> 頭二つあるのかお前 <laughs> 頭二つある女の楽器でしたわなかなか腐るほどつまらへんなさあしてもこうよねこのとこねてかもうもうこれだってあれなんじゃないの離島なってんちゃうのここここがつながってんのかああわかりにくいけどここが入り口なんねはい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  ほんで、ここからバーッと入っていくと、この船は、これでもあれやもんね、オブジェクトやもんね。こっちもそうよね、こういうのもオブジェクト。あ、もしかしたら船でも来れますよっていう、そういう遊園地なんかもしれんな。ほー。あ、でも見てみんな、ここめっちゃ綺麗やわ。めっちゃ綺麗じゃないこれ中入ったとこ、ここ。入り口から入ったとこめっちゃ綺麗にこれ店を置いてるわ。こうやって遊朝売れると思うわ。ピザやな、あれ。ピザなんかあったかな こっちにはポテト。さらにはこれだ。あ、チキチキか。チキチキね。チキンのやつね。あ、全部あるやん、一応。ショップは全部あるんだ。じゃ人が来るようにさえなれば、あの、ショップファシリティーズの部分の、おこれ何こんなんあったかこれあったかこれちょ覚えてないけど、なんかこ,こんな感じだったっけこんな2枚以外みたいなのあったっけで、あと、ジェットコースター。木製のコースターっていうことだよね。了解、了解。じゃあ、今回の目標を見てみますか。はい。 イージー、ライドを立てる。まあまあこれ1個立てるってことね。コースターを立てる。はあ。これまあ後で見ましょうか。ミディアム、2機のライドを立てる。コースターを立てる。おっ、コースターを立てる。ハード、3機のライドを立てる。コースターを立てる。コースターを立てる。はあ。え、なに今回ちょっとコースター職人のじゃあ小さわいじゃうやつ。小さわいじゃうの巻きアじゃあ、わかったわかった。もう聞くさくっとし。オッケー。じゃあライド立てましょうか。こっちの方にライド立てていきたいと思いますね。じゃあ。 うわしかもワイルドブルーありますやんこれ買ったわみんな買ったワイルドブルーがあったらもう絶対余裕やわちょっとあまりにも清掃員が言い過ぎやと思うんでこれちょっとあの取っ払いたいと思いますねこういうところもちょっと見ていかなあかんねんやろなと思うねショップめっちゃ多いやんいやー不思議なもんでね全然プラスにならんのよなお金がなというのもねあのー、今ちょっと改善していってるんですけど ショップの部分が一番最初からこうクローズね赤がクローズ緑がオープンでかなり赤字の店を抱えてんのよねほんでこれね複雑な問題なんですけどこうやってる人やったら分かると思うんですけどこの場所例えばこいつのこの場所を選んででここにね人がいるんやわこの中に人がいるのねでこの人を解雇って例えばするやんでも この人を解雇してもここに店があるから、まあ、言うたら永遠にここに誰か新しいじゃあ従業員を入れるってことになるみたいに、ね。だから、基本的にスタッフを減らせられへんのよね。だから人件費は絶対にかかるみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。まあ、これをどう打破していくか、まず最初、そっから、ね、コーサー作りも何もまずお金がプラスにならへんからね。おおおおお 飲み物取りに行ってる間にめちゃめちゃ金溜まってますやん。こーこですやん。お待たせしました、皆さん。大変長いことお待たせしました。あ,あ、まあ、私しか待ってないと思いますが。はぁ、あ、コースター作りの時間ですよ。はい。えー、じゃあ一番最初、コースターを立てる。少なくとも5の興奮度。あ、楽勝です。400メートルの長さ。反転数。反転数が少なくとも1回。はぁ反転数って何や こ英語にしてっ分かかりやすいんちゃうかでもとにかくえちょっと待ってここにあるやつって俺建てられんの金全然足りひんやんな自分で作らなあかんのやな建てるやもんな。 何かねところどころ日本語がねなんか消えちゃってるんですけどなんでかわからないんですが普通のコースターでできるのは「反転」って何?回「回る」ってことかそれとも「U ターン」まあ、これにしみますか巨大な「反転ブーメランバカアスラ」って書いてるんで前これうまいこといかへんかったんですけどケーブルリフトとか言ってねよくわかるああとねコメントでもね結構あ,あったっていうかね前からこれはあることなんですけどねコースター職人への質問事件簿みたいな感じが結構あるんですよ一番最初にに高いいいところに立ててればいいんじゃない ないですかっていうそうやってコメントあんねんわいわいもそう最初思ったんですよでもね結局例えばここに立てるやんじゃんここに立ててだからちょ直角行にできるってことやろ最初にそれでビャンってすんねんけど登ってこんなんあかんくない結局ここの高いとろ登ってことは同じ力を使ってわーって同じ力を使って上げなあかんから結局どっかでチリすぼみになってしまうのなここの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 部分だけじゃ だからやっぱちょっと上げてワーンってやって最後は戻してくるみたいな最後グーン登って戻ってこしてんからねこの上でやっぱ結局はちょっとはあの力をためなあかんねんけどこのバカースラに関しては正直よくわからないんだよねあの一番最初がちょっとよくわかってないもんでまあこれ一回立ててみますかちょっとじゃあ一番普通の普通の都市地面のところにね立ててみたいと思いますよしじゃあここにしましょうーんよし でや、ここ入り口やからね。これええねやけど、こっからよ分からへんねんな、俺これ。これ、な,なにこ,こ、ここで。なんなんこれ曲げられへんねんやけど、まったく。ここ、こ短く短くして。え、なんなんこれこ,ここでこうか。えー、えこれすごいことなってるけど、大丈夫ここ。ここ支えられてるちゃんと。まあいいか、立てられるっつってんねんやからな。立ててもらおうかじゃあ、これで。これな、なんこれなど、これを使ってんのこれはなんなんじゃ。バックケーブルリフトタワー、胸部 これが一番上ですよってこと言ってんねんな。じゃあこの部分が長ければ長いほどちょっと興奮度は下がっちゃうかもしれないってこと言ってんねんな。あとゴールやねん。ゴールがどこやねんっていう話はねん、この。まあまあ、一回作ってみますか。あここに反転って書いてるわ。これ反転ってあれか上下が逆になるってことかな。っていうことっぽいね。今ちょっとね、お金がなかったんで待ってたんですけど、バタフライ反転ってやつ入れてみるじゃん。こういうこと、これ、これ。 これ多分あでもどうなんやろどっかで上あ上に向いたってことこれこれで一回上に向いたってこと言ってんのかなほんで下に向いてる普通のとこに戻るってことなんかなっていうかまずこれできんのかな <laughs> まあまあやってみまあ、やってみわてかるからみんな見たら分かるこれなんやケーブルリフトタワーに向かってトレインを水平に引っ張るんなあ,あなんやこれこれえっ、ー、こうはっ <laughs> なんか <laughs> なんかできたんやけどはいできましたーはい完成でーすはいこれでいい,いいってことちょっとあんまよくわからへんねんけど俺一回こうチャレンジしてみていいちょっと自分にチャレンジしてみていい一回はいじゃあ一回テストしてみますかテストしてみましょうはい見たいと思いますなんか前あんまよくわからへんかったけど一回後ろ戻んねやんなこれこれがリフトで引っ張られるっていうあの向こう側にもあるんやけどね 多分このバカースラーってやつは行ったり来たりして初めて終わるんやと思うからそれ 400m がどうなのかわからんけど今まあこんな感じでね登らして行ってもらってますんでこれちょっと待ちましょうかおっしゃあきましたねじゃあこっから見ていきましょうかはいうわやっばこれうおおおこっから判定こっから判定グぐーんってうわー来た

ウおー,おーうわあえまだ行くのう <laughs> せやんまだ行くのあ終わりこれで終わりもう引っ張らへんなオッケーオッケーオッケー往復一往復,一往復うわこれ楽しいわ2回楽しめんねんもう前からと後ろからのすごいやろはいじゃあえ結果見てみたいと思いますドンあっえちょっと待って意外といいかもじゃないこれこれ俺完成して道つないだらもしかしたらいい字クリアかもちょっと一回やってみる ゴーきましたオークアイランドブロンズ成功ですね。これしかもまっすぐ綺麗にねここつなげられたんですよ。これはまたこれで珍しい。いつもうようようよさせられるから。 オッケーじゃあこれちょっと様子見てみよっかこれでまたお金が増えたらねもう1個ライド立てられるんでちなみに次のやつはなんかライドを1個立てろとかっていうのとさらにコースター立てろってやつあったからかなり金ためんなあかんのよねもうマジでお前ら久しぶりに見たよなこれ一応ねここをちょっとデコってみました軽く近未来的にねお客様は誰が来るかなと思ってねここでねあのー、敵が待ち構えてるんですけれども出てくるやつをね ただこっちでね、ジョンがちょっとあの、指導してはるんね、これね。スタッフを指導してるジョンが、ちょっと <laughs>、この苦笑いな<笑>、ね。よし、じゃあ大体よくね、もう溜まってきたんで、えー、別のコースターも立てたいと思いますが、まぁ、あ、今回は特に面白いことしてないからね、あれミディアムも,もうクリアになってる。あ,あそういうことか !1 個でもいいってことなんだあー、でもここ2つ残ってるわ。じゃあちょっと待って、ミディアムもさっきクリアしてしまうわ。 あーみんな新しいこと知ったわー監視カメラっていうのがあんねやゴミ箱とベンチっていうのもあるけどあーこれ壊されるのはゴミ箱とベンチなんだはあいやなんかねずーっとほらパーク内で盗難のパーク内で盗難のって出てくんのよこれどないさええねんって思ったらなるほど監視カメラっていうのがねあったんですよちょっと待ってねこれや これをつけることによって抑止力になるってこと言ってんねんな多分はいはいはいじゃあちょっとつけまくっとくわちなみにみんなこれもね監視カメラやねんってこの丸いやつこれが基本的には監視カメラ丸なんやなこう,こういうふうに置いとくことで意味があるってことね、はい、できたなんか <laughs> もやしみたいになった <laughs> を監視カメラやからもうう犯罪率激減ちゃうここまで感じされたら多分それとも,もう1個も来らへんちゃうそれで怒こるやったらもうこっちももっとすごい全然出るからもう犯罪率っていうかまずお金が減ったなこれたまんの松のめんどくさいのよな意外とね人も増えへんしであと壊れたりするのはまあしゃあないけれどもこのねやっぱりねいいわワイルドブルーは ワイルドブルはいやあとここにも駅追加してみたんやけどねあのこれま、今ストップしてるんですけどけけ回したって別にあんま人乗らへんしこれなんかもうほんまただただ <laughs> ただただだここで <laughs> 回ってるで、ね、えなんで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 ってーあーワイルドブルーってあれなんこのな5.0以上あんの駅サイトあ知らんかったおいまあ、お金貯めてねほんであのー、ライド研究してたんですけど ワイルドブルーで良かったよね。いや、ちょっとここのあまりにもこの、あの、なんていうの、せっかく作ったジェットコースターで人が入りが悪いから、ちょっとワイルドブルーで動線引っ張ってね、こっちで行こうかなと思ったんですけど。まあ、これで多分ね、収入の分は大丈夫でしょう。今回ゴールド狙えんちゃう。ってか、狙わへんかったら全く今度が思んないんちゃう。3期のライドを立てる、少なくとも6の興奮度。これはきついなこれ、ちょっと、あの、後回しにします。研究してからにします。で、コースター、コースターな。 今回は反転数が少なくとも10回。おーでこれが8の興奮度と6の恐怖度。多くとも6の恐怖度。はあ。で 80MI ってめっちゃ速いってことな。えー、これは難しそうですけどね。まあでもあのお金が貯まって初めて雑談のコースター作りができるから。 お金をまずためなあかんのよな。えパーク内で盗難が多発しています。警備を改善することを検討してください。ああ、まだだめですか。はあ、そっちがそのビデだらこっちもじゃあそのビで行こうか。よし、できた。監視ロード。えー、これ監視カメラなんですけどね、ちっちゃいね。このちっちゃい監視 <laughs> カメラをですね。 ししと、えー、敷き詰めましたなんかいっぱい人がいるみたいですね、えー。土日のなんか繁忙期っていう感じしますけれど、ずらーっとこうね、向こうの方までね、実はほら向こうの方も見えるでしょ。ここだけじゃないんです。ずーっと道にね、監視カメラを置きました。これで犯罪率は絶対に減るでしょう。これで減らへんかったらもう奥の手出すしかないから、こっちも。っていうかやっぱ犯罪減るよりもお金減るんよな。まっ く増えへんんよなななか稼働率みたいなの見てみるこれ見れるんじゃんあ、監視カメラ。557やからな、監視カメラ。えー、毎月の維持費が557ドルかかってるみたいですね。で、捉えた破壊行為1。えー、盗難行為8。ってことですね。まあ、それがど,どういう風になってるのこれで一時 <laughs>、一時これをちょっと <laughs>、見ていくのはさすがに大変かなと思うんですけど。 まあそういういことですねえー、これで犯罪率は必ず減るでしょうねせやろまだお前そんなもうなはあこれだけあってもわかんのまだ犯罪率が何があかんねやそもそも監視カメラでは映してるけどっていうことかを言ってんのかお客さんごみいるとかでも押してもねすりに盗まれたとかしか言わへんねよでワイワイが見つけるっていうわけでもなさそうなんよねだから結局のところ捕まえるやつが少ないってこと 知らない女の奥戸で出すかはい警備員の <laughs> えーっと人数を <laughs> 増やしましたはいえー、っとねワイワイがもうねそこまでもう犯罪犯罪つうんなら1時間ぐらいかけましたけどこれあのー、マンツーマン体制でじゃあ見てやるよお前らをっていうもう最高の監視体制これでいきたいと思いますどうなるかな <laughs> 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 もうありですやん、もうありですやん <laughs> え、めっちゃいい、絶対犯罪起こない、もうここまでされたら犯罪する気もなくせやろ、やっぱこれ、やばいやばい、国税局のガ入れみたいなやつ来た、<laughs> ずーっとやで、え、なんなん、これ。 あ、ちょっとここ、本で分かれるっていうのが、あれで,で分かるな、このジョージたちの、これ、まあ、警備員、ジョージって名付けてるんですけど、ちょっとこのギリギリ歩くんやな、はいはいはい、人が多すぎたらこうなるってことは分かったんで、これで犯罪は起きひんよ、絶対に起きひん。 なんかオリンピックの入場みたいになってない <laughs> めっちゃでかいロシアとかのさ入場ってちょっと長いやん <laughs> あんな感じに見える。っていうかな <laughs> お金がもうないんです皆さん <laughs> もうあの経費がかかりすぎて彼らに <laughs> 犯罪は起きないかもしれないでまあ犯罪断固拒否ですから私はまあそういう意味でいうとすごいいいんですけれどもちょっとコースは立てるというえーゴールドは今回もえできなかったという結果に終わりそうですけれどもね <laughs> じゃあ やり直すすのががくさい時間がかかってます今の時点で呪釈を見てみて、えー、とできなければこれで終わりとしたいと思いますさあ,あはいはい世界的プランナーのランクになったんですか <laughs> あんなことをしててですか <laughs> さあということで今回のプラネットコースターいかがだったでしょうか あのまあ、警備員を増やすよまあちょっとネタ会みたいになってしまいましたけれどもですねまあほとんどすることがなかったっていうのもあったし経営も、ね、ちょっとあの行き詰まってたってところあるんですよね。まあ言うてもあと1個キャリアのとこ残ってますうんその3つ目のキャリアのとこ,、ね、このビーフ所長のてんこ盛りチャレンジ3つ目ここダウンタウンンタですかはあ、これはどうでしょうねダウンタウンさんの。 ネタを使うべきなのかどうかわからないですけれども、まあ、ここでね、どうせまたコースは立てなきゃいけなくなると思うんですよ。だからね、ちょっとまあ、コースは好きの方にはお預けということで、まあ今回このあたりで終了したいというふうに思います。まあ、久しぶりでね、大幅なアップデート来たんですけれども、私は結構楽しめてると思いますんで、またね、次回、紹介しきれてないもしアップデートの部分ございましたらまとめてご紹介しようと思います。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。よろしければ次回もご覧ください。お疲れ様です。